新見智光は、元オウム心理教幹部。ホーリーネームは見られば。教団内でのステージは盛大史で、教団が象徴性を採用した後は、自治省大臣だった。1986年に、教団の前身である、オウム神仙の会が最初に開いたセミナーから出席。岡崎一名や大内俊安と並ぶ、古参信徒で宗教法人オウム心理教の9人の、 設立時責任役員の一人。坂本弁護士一家殺害事件、松本サリン事件の実行犯。地下鉄、サリン事件では運転停役。2010年2月に死刑が確定。2018年7月6日、大阪拘置所で死刑が執行された。1964年3月9日、愛知県岡崎市で資源回収業を営む両親のもとに長男として生まれる。 幼い頃から漫画や SF 小説が好きで超能力を身につけたいと願っていた。1976年3月、岡崎市内の公立の小学校を卒業。1976年4月、岡崎市立矢作中学校に進学。中学では水泳部に所属し、野口秀夫を目指して東大医学部から医者になる夢を描いていた。その風貌から、 空海というあだ名をつけられ、友人にも恵まれるが、その陰で生まれつき合った更進の傷や小柄で痩せていたことから、集中的ないじめに遭う。中学の卒業文集では、苦しかったことを耐えてこれた、今の僕には生きる自由がはっきり言ってない、あっても自信がない、生きる資格がない、かろうじて我慢してきましたが、いつ、怒りが爆発して何が起こるかわからない、そのままにしておいて、 人殺しでも起こしてしまってからでは、取り返しができません。現状に対し、臆病になるな。逃避は敗北であると書き綴っている。1979年4月、愛知県立岡崎東高等学校に入学。高校受験時、高校生時代に、地元の東岡崎駅で二度の飛び込み自殺を目撃し、衝撃を受ける。以来、 人の精死や無情などについて真剣に考え始め、精神世界や宗教に興味を持つようになる。朝原の言う、苦を感じなければ、修行の道に入らないとの鉄則を高校時代から感じていた。高校在学中から、高市教信仰やゴン州に入信するが、求めるものがなく脱会。読書に打ち込んだり、扇動的なことや瞑想を行うが次第に、宗教から遠ざかり、 空手など肉体的鍛錬に興味が移り、極真空手に入門。また、高校時代よりオカルト雑誌、ムーを総刊号から愛読していた1982年4月、愛知学院大学法学部法律学科に進学。商法を専攻。入学直後は家族に公認会計士になりたいと話していた。授業には真面目に出席しており、3年生修了時には4年生の、 必修ゼミを除いて単位はほとんど取得。4年生の保健法ゼミでは漢字役を務めるなど周りからは活発な学生として評価されていた。クラブはユースホテル愛好会に入学時から所属し、主として京都、奈良、高野山などの寺院を訪ね歩く。高校時代に始めた極真空手は続ける意味合いがないと感じ、緑帯で終わっている。学費は 家から出してもらったが、生活費はミスタードーナツなどでアルバイトをして稼ぎ、3年生の時に1年間だけした下宿生活も吉野家の深夜アルバイトを増やしてまかなった。この頃、ムーに続いてトワイライトゾーンも購読し始め、後藤つとむのノストラダムスの大予言も全館読破する。大学時代の終わりに友人の勧めで、 再び別の宗教団体に入信するものの、同様に良いことをしない魂は滅びるとの競技に、存在というものは、この神々の将棋の駒に過ぎないのか、いつでもその神々の意志によってなくなるのだろうかとの思いを抱く。しかし、にいみは、私は決してそうではない。私たちには、本当の力があるはずだ。神と同じレベルの魂が内在するはずだと感じるに、至る。このため、 神が持つとされる霊力を自分自身も持ちたいと考えるようになる。この時、ムーヤ、とワイライトゾーンなどで、朝原昌光の空中不要の記事が目に留まり、ヒヒイロカネのプレゼントに応募したことがきっかけで、大学卒業間近の1986年正月、オウムの前身、オウム新選の会のセミナーに参加し、すぐに入会司会員となるが、その際に送られてきた、 運命鑑定書には、ニーミが自分では認めたくない、隠していた内面が書かれていた。シャクティーパッドとこの運命鑑定書により、一気に系統を深め両方を続けると赤と青の光が見えるようになり、著しい精神的変化が起こった。朝原将校に惹かれたのは、他の宗教の多くが、神の啓示を受けたとする者が多いのにし、朝原は、自分自身で修行をし苦難を乗り越えた。 どこにでもいるような人であったからだという。最初のセミナーで、新ーはその雰囲気が自分自身が求めていたものと直感する。そこで、バイブレーションに浸りながら修行をすることで、体の浄化作用を実体験し、宿便が出たり、体調の回復を実感する。この神秘体験によって、深く、朝原に帰依するに至る。当初は、 半身半疑であったもののその考えは180度転換する。シャクティーパッドによりアストラル体の浮遊を監督し、体が痺れ多大な私腹感を覚える。この時に朝原に一生ついていく他ないと確信する。この時の体感を生死を超えるに詳しく書いている。朝原に礼を言い、道場へ行くと突然肉体のクンダリニーが上り、シャクティーチャクラが起こる。 ムーラバンダ、ウディアーナバンダが起こり、その後輩中の方が盛り上がり、首のところでジャーランダラバンダが起こり、頭の方へすっと抜けた感じがした。これが精神集中やマントラを唱えるだけで自分自身で抑えられないほどにすぐに起こるようになる。ニーミ自身によれば、この霊的な変化が本当に自分の内面で起こったことをきっかけとして、やっと真に目覚めさせてもらったという。 1986年3月、愛知学院大学を卒業。当時のベンチャー企業だったジャパンリースへ就職が決まるが入社前に倒産。それでも地元の味噌や豆乳などを製造する食品会社マルサンアイに大学の紹介を受けず自身で訪問し入社の内定を得る。1986年4月、マルサンアイに就職。物落ちしない性格は 営業向きと営業部門に配属される。健康食品の営業を担当し、カルシウムなどを強化した特別な豆乳を、地元婦人会等に販売していた。履歴書の特技欄には、水泳と書き、会社の催しでは一度ヨガを披露したことがある。どこへでも飛び込みでセールスする積極さから、優秀な業務成績を収め、上司にも可愛がられていた。しかし、その後心が、 現実生活に向かったため、魔境に陥り二度も自動車事故を起こした。1987年5月のゴールデンウィークの前頃から事故のビジョンが見え始める。通常なら事故のビジョンは否定するが、新見は事故を実際に起こせばどうなるかという気持ちが湧き起こり、時速 120km で田んぼに突っ込んだことがあった。朝原のシャクティーパッドや霊的な体験によって、 守られているという自信があったため、死なない確信があった。普通なら、否定すべき誘惑に引っかかったと感じ、後に、それを、魔教で、暴力のカルマだったと受け取った。1986年9月、新見は、魔教へ入り込んだと信じ込み、悩んだ末に、以前から、興味のあったヨガの道に進むためとして入社半年で退職。 家族にはヨガの修行に三年積んでくると言い残し連絡を立つ。1986年9月にセミナーでサンガが結成されたことを知り、即出家を決意。オウム神仙の会での五番目の出家信者となった。五体統治や浅原の手伝いを行う。サンガとして朝原の下で修行を積み、11月には魔境から出たと感じる。しかし、先の暴力のカルマは、 女性に対してのカルマに変化していた。当時を振り返り、自身の要望を、合感は、顔も、今見るとおかしかったですね。実に、公職そうな顔をしてました。これは、やはり女性に対しての欲望みたいなものがストレートに、現れていて、まさしく魔境の顔でしたと評し、潜在意識が、表層意識に現れ、心に、落ち着きがなくなっていたと回想している。その後、 ホーム内での本の営業のワークに集中することで、改めて魔境から脱したという。ニーミは、シッティの経験が豊富で、光が見えたり、変化身が抜け出したり、過去用を思い出すなどの経験があった。空中不要の前段階といわれるダルドリーシッティが、サンダリーの、セミナー頃から起こり始め激しいクンダリニーの突き上げがあった。頭が空白になり飛んでいる間も意識がない。 状態を経験するが、それをきっかけに、グルヨーが、サンダリーの瞑想をはじめサハスラーラに、精神集中するだけでぴょんぴょん跳ね出すようになる。この時は寝ても立っても跳ね回っていたため、アサハラがヒヒ色金をバケツいっぱい持たせたが、それでも飛び跳ねていた。その後、15日間にわたる、独房修行にて三枚境に入り、黄色い光に、包まれ、医師のヨーガーである。 ラージャヨーガの成就者ラトナサンババと同一化して黄色の化身となり光の中に没入した状態となりそれを無ではなく空の状態と感じたとえようのない至福感を味わうその瞑想の最中に朝原からの電話で成就したことを告げられるこの新見の成就に関して朝原は最後のエネルギーの固定はまだまだだが成就と判断したのは六人数の中で過去よう かなり見た、ダルドリーシッティが早くから起きている、グルを意識すると、快感状態になるという条件を満たしていると、コメントした。前世に並々ならぬ興味を持っており、他の信者とも前世を話題にすることが多かった。朝原の四女の松本里志功を追いかけては、よく、里ちゃんは、どこから来たのと尋ねていた。四女が一度だけ、チベット密教の下牛派の僧侶の名前をとっさに、 答えたところ、逮捕された後に面会に来た信者に伝え広めた。1987年12月3日、24歳の時に、オウム真理教内の独房に2週間こもり、クンだりにーよがを成就したと、朝原将校に認定され、大主のステージと見られパのホーリーネームを授けられる。1990年2月3日、第39回衆議院議員総選挙に、真理党候補として、 東京10区から出馬。1990年2月18日、得票数205票で落選。1989年、朝原の指示により、男性信者殺害事件に関与。男性信者 T を破壊し目にした末に、ロープで考察する手はずであったが T の抵抗にあい、慌てた末に、ーミが T の首の骨を折って殺害してしまう。元信者によると、T が姿を消した頃、 新いは、周りから見てもひどく動揺し、いつもの明るさが消え思い詰めたような表情をしていたと、いう。新いが傍然自失に陥り、後悔の念を上げていることを知った朝原は、新いに、バジラヤアナのノリトを伝授し、これを、数万回とないさせた。ここに真理がある。そしてその障害するものを取り除かなければ、真理は、廃れてしまう。しかし、 障害するものを取り除くとしたならば、それは悪業、悪号、殺生となってしまう。私は救済の道を歩いている。そして多くの人の喜びのために、多くの人の救済のために悪号を積むことによって、地獄へと至るとするならば、それは本望だろうか。私が救済の道を歩くということは、他のために地獄に至っても構わないわけだから、本望である。続いて、 坂本弁護士一家殺害事件の実行役に指名され、坂本家に侵入し、坂本の妻らを考察。坂本弁護士一家殺害事件の際にも、精神的に不安定になり、山に死体を埋めに行った時には、新潟の海岸で一人呆然としていたり、もう死体と一緒に一人で長時間いるのはごめんです。なんか気が変になってきそうやと言ったという。だが、 中川智政や橋本悟ると、それぞれ5日間独房に監禁されたり、朝原から与えられた、悪号によって地獄に至っても本望だなどという、師匠を数万回唱えるなどして洗脳され、その後、数年間教団の信者の指導、監督、スパイ、拷問などを担当、苦しませるのを楽しんでいるような雰囲気すら持つようになっていった。1990年、 新理党の敗北により朝原は大規模テロを支持。示。握みもボツリヌスキンテロ計画に関与し、北海道で土壌を採取したり、実験用マウスを購入するなどして協力。浄水場付近に散布していた際に警察に検挙されたこともあった。1990年4月、石井久子の命令で、石垣島セミナー取材中の江川翔子を数百人の信者が取り囲む。さらに、 棒を持った新見が江川につきまとい、体を押したり、夜道に気をつけろ、月夜の晩ばかりではないぞと古風な文句で脅した。1990年7月8日、26歳の時に、マハー・ムドラーのジョージを認定され、小5子となる。1992年9月教団のロシア進出に、伴い、オウム真理教モスクワ支部の初代支部長を務めながら、頻繁に、 日本との間を往復する。1993年の池田大作サリン襲撃未遂事件では、第二次攻撃で暴毒マスクを外したせいでサリンを大量に吸引し、渋滞に陥り村井秀夫、遠藤誠一から人工呼吸を受け合う無心理教附属委員に搬送され、治療の結果一命を取り留めた。1994年1月30日、薬剤師、 臨時殺人事件に関与。被害者の薬剤師男性の処罰について、返すと被害者の会やマスコミに話したりするので、ポアしかないと殺害を指示し、手渡したロープで、加害者 Y に、井上ら数名の男性幹部に破壊し目にされた、薬剤師男性を考察させた。新見はその後もほとんどのオウム事件に関与することとなる。教団内では、信者の監督、監視を行い、 象徴性思考後は信者を監督する自治省大臣となっている。オウム真理教団制限疫信者、臨地殺人事件では、生産な拷問を主導、温熱療法関連事件では、教団内で禁止されている、男女交際をした教団元仙台支部長に、温熱修行を強要し死亡させる、温熱療法に疑問を持って、教団を出た、看護師を拉致するなど、 残忍な犯行を繰り返していた。毒ガス関係では、江川証拠保守現襲撃事件、駐車場経営者 VX 襲撃事件、会社員 VX 殺害事件、オウム心理教被害者の会会長 VX 襲撃事件で実行犯の一人。松本サリン事件では、警備役、地下鉄、サリン事件では、東京の地下鉄千代田線でサリンを散布した、林育夫の総契役であった。 地下鉄、サリン事件では人が倒れているのをテレビで見てグルの意思を達成できて嬉しかったという。一方で男性信者リン地殺人事件で朝原に指示されたマイクロウェーブ焼却炉での殺害を避けたり、男性信者殺害事件の被害者が地獄ではなく白熊に転生したことを聞いて安堵したり、松本サリン事件で共犯者に対して犯行前に 意思の確認を行ったりする、買い食いが趣味などと人間味も見せていた。ステージの低い信者に対しても、礼儀正しい一面もあった。土屋正美は、新見らが、松本サリン事件の時に、魔法使いサリーの歌を合唱していたという話を聞き、新見さんのギャグには俺も色々と困ったもんだったが、中村昇るさんもいい迷惑だったろうなと書いている。 1995年4月11日、逮捕前夜、にぎみは、旧知の宗教ジャーナリストに電話をかけ、東京にいます。前後に、警察の車が3台止まっています。なんでこうなったのか、わからないんですと、疲れのにじむ声で語った。1995年4月12日午前8時ごろ、千代田区工事町一番町の路上を歩いていたところを、任意同行された後、 埼玉県の元看護師監禁容疑で逮捕。取り調べでは、自分を孫子と一緒に、日比谷公園で公開処刑してほしいと言ったとされる。逮捕後、大乗のヨーガの成就を認定され盛大市に昇格。一連のオウム心理教事件で、計11件で26人の殺人に関与したとして、殺人罪などに問われた。死者十六人は、朝原昇高の十七人に次ぐ、 死者数である。法廷では、孫子と一緒に断罪されたい、ポアは、慈悲の心による救済と、朝原崇拝とオウムの思想を捨てることなく、最後まで、事件の正当性を主張し、私自身は、千年王国魅力の世のためには、捨て石でも、捨て駒でも、地獄へ行ったろうと決意したのです。つまり、多くの人の喜びのために、多くの人の救済のために、この体、 この生命を投げ捨てて、順次ようと覚悟したのですと語り、日本シャンバラ化計画が実現させられず申し訳ないと、独自の謝罪を行った。食罪としては、死刑となり、来世において、心理商者になることしかないとした。また、内乱罪の適用を主張した。朝原の裁判に証人として出廷した際には、朝原孫氏の再生によって、全てが救われますよう。 と意見陳述をしては、事件の一切について、目標を貫いた。一方、自分の裁判では、たとえ、この命が奪われようとも、オウムの生死を残すためとして、事件の全貌を率直かつ正確に答えた。やがて、朝原の裁判でも、ご存知の通り、私のかつての法ともについては、検察があり、主張も終了しています。残るは、孫子一人になりましたので、 これまで、私が法廷で話すことで苦しむ人もいるのではないかと考え目秘してきました。しかし、孫子は、空の体験をされた人と考えているので、頓着はしません。無頓着であると考えています。苦しむこともありません。かえってきちんと話す方が、孫子に対して逆恨みでなく、真実の孫子がわかると思っていますとして、事件の内容を語り始めた。 朝原に消えしている者が事件の詳細を語ったことは結果的にオウム犯罪の大きな調査となった。朝原は任みに消えろ、破門だなどと怒鳴り証言妨害をしようとする場面もあった。裁判で逮捕後の心境について触れた際は林育夫さんにはやはり驚きましたね。自分のことしか考えない人だと思った。事件について自供すれば孫子とか友人が 死刑になる。自分の立場をどう考えているのかと疑問に思いましたと考え深げに寂しそうに語った。第一審、控訴審と死刑判決を受け上告したが2010年1月19日に帰却。2月16日に判決に対する最高裁への訂正申し立ても帰却され死刑が確定した。オウム心理教事件で死刑が確定するのは10人目。 第一審では、中谷雄二郎裁判長が主文を告げた際に、笑顔で傍聴席を振り返った。被害者に対しては、オウムの犯罪の原点とされる、富士山総本部の臨時殺人事件から最後に、関わった地下鉄、サリン事件まで、すみませんとか申し訳ないとか言うつもりはありません。それを言うくらいなら、最初からしなければいいのです。すべては因果応報。 罪のない人たちが亡くなったのではなく何らかの原因があると決して最後まで謝罪しなかった。論告休憩後半では検察側が論告を読み上げるのを声を上げて笑っていた。獄中からも信者たちへ協議の指導を続けていた。2006年7月から2007年4月までの1年間文通をしていた朝原の四女から責任も取れないのに そんなことをするのは良くないのではないかと疑問を提される。四女との面会の際に、二意味が全てはしわがみの意思なのですよというのに対し、四女が激しく反発したところ、あまり深いことは追求しないで、責めないでほしい、責めるならやり取りはやめた方がいいでしょうと言い、それ以降二人の交流はなくなる。また、死刑執行に備え転生の準備をしている。 仏陀になるまで論争に興味を持たないと四女に伝えた。2012年8月に極中結婚したアレフ信者の妻が2013年知人を脅迫しアレフへ入信させようとしたとして教養未遂の疑いで逮捕され2014年に執行猶予付きの有罪判決を受けた。2015年高橋克也の裁判に承認として出廷した。 朝原へのキレイは変わっていなかった。2018年からは安田義弘弁護士を担当に再審請求を行っていた。同年3月までは新見を含め、オウム心理教事件の死刑囚13人全員が東京拘置所に収監されていた。しかし、同年1月に高橋克也の無期懲役確定により、オウム事件の刑事裁判が終結した。これに伴い、 同年3月14日、朝原昌光を除く、死刑囚12人のうち7人について、死刑執行設備を持つ他のご高知署への移送が行われた。新見は、同日付で、井上義弘と共に、大阪高知署に移送された。人は、皆時のテーマ死刑囚あって分かれて、夢と消えゆく雨が降り天がなくのか、皆月に第一稜筋費の甘露。 死刑判決を受けて発表した短化二周移送後に大阪高知署所,所長宛てに弁護士経由で私と井上義弘氏が同日執行なら私の方を先に執行してください。理由は井上氏に一秒でも長く生きてもらいたいからですとの上申書を提出する。一部報道によると死刑執行が近づくにつれて死刑執行に怯えて情緒不安定になったといい。 異常に汗をかき毎晩のように失禁するなどしていたと伝わる。2018年7月6日午前8時33分、大阪拘置所内で死刑が執行された。遺骨はジス川上流のウッタルカシ村で流してほしいと妻に残した。54歳没。拘置所に収監中、一度も懲罰を受けることはなかった。死後に20冊以上に及ぶ日記が残され、そこには、 朝原との決別を誓う記述があったと妻が証言しているが別の関係者には執行直前にアレフへの入信を進める手紙を出しており矛盾する点も多い。また最後まで被害者や遺族への謝罪の弁はなく事件に対する反省や後悔の言葉もなかった。ありがとうございます。